皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディ茨スタの時間です。この動画は小学校3年生の社会、私たちの町と市の全6回の3回目です。市の様子について見ていきます。皆さんと一緒に楽しく学習したいと思います。今日の課題は、市の土地の使われ方はどのようになっているのだろうです。では始めましょう。教科書の24ページ、25ページを開いてください。24ページには市役所の小葉さんの話がありますね。小葉さんの話を読んで地図の上で確かめてみましょう。確かめたことはノートにまとめてみましょう。まとめるときには、店が多いところ、緑の多いところや田や畑の多いところ、住宅の多いところなどに、気をつけながらまとめてみてください。それでは動画は一度ここで止めてノートに書いてみましょう。書くことはできましたか？そうですね、店の多いところは市役所や駅の周り、緑の多いところや田や畑の多いところは市の西や東の方に多い、住宅の多いところは市役所や駅の周りに多いということが分かりましたか？皆さんよく書くことができましたね。次に25ページを見てください。地図の中にマークが書かれています。このマークのことを地図記号と言います。地図記号は土地の様子や建物、交通の様子などを表したマークのことです。地図記号を使うと地域の様子を地図から読み取りやすくなります。地図の中にある地図記号を確認してみてください。確認できましたか？地図の中にこのような地図記号があります。確認できたみたいですね。よかったです。それではここで土地の使われ方についてクイズをします。1問目です。横浜市の北や西にほにゃららが広がっている。ヒントはこちらの地図記号になります。2問目、海に面したところにはほにゃららがある。ヒントはこちらの地図記号になります。3問目です。横浜市の東の方にはほにゃららが多い。地図の中でピンク色になっているところがヒントになります。それでは動画は一度ここで止めて答えを書いてみてください。答えることができましたか？それでは答え合わせをしましょう。1問目、横浜市の北や西にたや畑が広がっている。2問目、海に面したところには工場がある。3問目、横浜市の東の方にはお店が多いというのが答えになります。皆さん、横浜市はさまざまな使われ方がしているということが分かりましたか？では今度は26ページ27ページを見てください。写真と地図がありますね。写真の場所を地図で表したのが27ページの地図になります。写真と
地図を見ながら市役所の周りにはどんなものがあるのか確認してみましょう。動画は一度ここで止めてノートに書いてみましょう。書くことができましたか？そうですね、よく気がつきました。市役所の周りには横浜港や県庁、警察本部、山下公園、横浜スタジアム、公共施設が多いということが分かりましたね。公共施設とはどういうものなのかというと、みんなの施設のこと。例えば学校、市役所、港、公園、消防署、警察署などのことを言います。市役所の周りには公共施設が多いということが分かりましたね。それでは今日のまとめをしていきましょう。横浜市の土地の使われ方は様々で、市役所の周りは公共施設が多く人が集まるというのが今日のまとめになります。最後に先生から皆さんへ問題を出します。27ページの地図を見てください。郵便局はいくつありますか？こちらの地図記号のマークがいくつあるか答えてみましょう。10秒で答えてください。それでは答えです。郵便局は7つとありました。2問目の問題です。こちらのマークは何の記号を表しているでしょうか？10秒で答えてください。それでは答え合わせです。こちらの地図記号は交番を表しています。では3問目です。こちらの地図記号は何の記号を表しているでしょうか？10秒で答えてください。答えは博物館を表しています。では最後の4問目です。こちらの文の地図記号は何の記号を表しているでしょうか？10秒で答えてください。それでは答え合わせです。文の記号は小学校、中学校を表しています。皆さん、地図記号の問題はできましたか？地図を見るときには地図記号がすごく重要になってきます。よく覚えておくようにしましょう。最後に今日の振り返りをしましょう。ノートに今日の授業で分かったことや気づいたこと、考えたことを書いてください。これで今日の授業を終わりにします。ありがとうございました。